はい、皆さんこんばんは。お待たせしました。重たい週明けの気分をサッカーでちょっと明るく、週明けイレブンの第63回放送、今日は2月19日の7月の8日の月曜日、20時スタート生放送開始でございます。今夜も MC は私オットナー参謀長一人で進めてまいります。よろしくお願いします。ということで、まず、今日の LG 画面から、J1 のこの土日の結果がまず、下のスクロールをこうこっちからこっちにぐーっと流れておりますし、左は、順位表が、最新順位表が FC 東京が相変わらず首位と、ちなみに最下位はジュビロ岩手でね、監督が変わりましたねっていうのがね、ニュース出てましたね。さあという感じで、J1 から J2、J3 の結果と、あと地域リーグ、 JFL や地域リーグや全社の予定とか結果もどんどん出てまいりますので、 L 字画面は、番組中ずっと何かしら出ております。で、先週からこの L 字画面には、各リーグの、ホームゲームの入場者数、平均で、5試合やってるとか5試合平均でとか、その平均で一番お客さんが入ってるクラブはどこなのかと、1位から全て最下位まで J1 から JFN までは出しております。そして地域リーグは、全ての全地域リーグ9つあるんですが、9つの中で、トップ15ですね。今日もいいですね。トップ15の、お客さんが一番入ってるクラブランキングというのを、試合予定、つまり番組の後半の L 字画面ではそういう動員の、ランキングも出ております。ということで、以上 L 字の説明終わり。今夜も中身は特集がたっぷりあるのでサクサクいきたいと思います。それではまずレギュラーコーナーから、J リーグ編のヘッドラインニュース5本いきます。1本目、天皇杯2回戦は北海道コンサドーレ札幌、そして J1 ですね、湘南ベルマーレが、なんと JFL クラブに敗れると、撃破される側なんでね、撃破したんじゃなくてね、負けましたっていう話です。ちなみにコンサドーレは相手は、ホンダ FC、なんかホンダ FC が勝つとなんか普通な気がしますね。そうですね。でもホンダからしたら J1 のクラブに勝ったっていうのはね、今年の3月の監督会見の時に岩田監督が今年の目標に入れてたぐらいですからね、うん、J1 クラブで天皇杯に勝つんだと言ってましたからね、はい、早速ですね、ホンダの皆さんおめでとうございます。そしてベルマーレがビアティンですね、はい、これはあの大騒動になってましたから私も知ってます、はい、4-0 ですよね、はい、すごいおめでとうございますビアティンの皆さん。はい、じゃあ1本目終わり。2本目、ヨーロッパへ、ライバルチームへと、ブラジルからドイツから J リーグの各クラブが夏の移籍で戦力の調整ですね。これは移籍、出てく側もあるし取る側もあるっていうんですね。はい、いろいろ動きがありそうだと。実際あるんですよね。あります。結構あのバルセロナに移籍の噂出てる阿部選手とかね、はい、意外ですよね、はいはい、久保選手がマドリーデみたいなね、はい、まあ、そういう感じですね、はい、あと中島翔也がポルトに決まりましたね。はい、おめでとうございますっていう感じで、さあ次3本目、イタリアのナポリ、今現在イタリアのナポリではですね、ユニバーシアードというですね、はい、世界大会が開かれておりまして、はい、サッカーの場合はですね、大学生の、代表選手がですね、いわゆる学生選抜的な、はい、日本代表チームが出ておりまして、初戦、これは予選グループが始まったんですね、はい、いよいよ、はいはい、アルゼンチンの大学生のアルゼンチンの代表に 3-0 でまずは初戦勝ちました、ね、はい、はい、おめでとうございます。で2戦目もちなみに 4-1 でメキシコかどうかに勝ってます。2戦目は今日ですか。今日今朝です、ね、今朝終わって、じゃあグループリーグは確か3チームによるこう、そうですね、あのグループリーグなんで、これで2勝で1位抜けなんで決勝トーナメント進出決定したと、はい、はいはい、ちなみにあの龍拳の中野先生は今日今日出発です。昨日なぜかというとあのタツノコフィールドにいらっしゃったので私も大雨のタツノコフィールド昨日いたんですけど、あのいよいよイタリア行ってきますって中野先生もおっしゃってました、うん、はい、ぜひ大会ね、ナポリで、はい、イタリアで、決勝戦まで行くといいですね、うん、ということで3本目以上終わり。さあ4本目はですね、 J2 リーグの第21節のファジアーノ岡山対、ボルカと言いそうになりましたが鹿児島ユナイテッド、はい、アジアの岡山と鹿児島ユナイテッドの試合がですね、異例の当日券さえも完売してしまって、うん、入場券、入場者数がなんと1万5731人と、
はい、これはすごいですね。 J2 で1万5000人入るというのはなかなかないですから、うん、おそらくこのこと今週の週明けイレブンのランキング表にもこれは反映されているでしょうからね、うん、素晴らしいと、やればできるじゃないかという感じですね、うん、J2 もね、はい、はい、ということでじゃあ5本目、岩手グルージャ、これは J3 ですね、岩手グルージャ盛岡が、J リーグのライセンスの基準を満たすスタジアムの整備が、まあ、以前から署名活動等々で行われておりまして、それも請願ですね、お願いしますっていうね、町へ市議会と県議会で、まあ、採択されたっていうのは要するに認められそうだっていう意味ですよね、という5本目のニュースの、今週の深掘り1本読みましょう。早速これは、グルージャの5本目のニュースですね、読みます。本拠地の競技場に照明施設がないために J リーグのクラブのライセンス剥奪危機に直面しているグルージャ盛岡と、つまり J3 のライセンスしかないんですかね、 J2 のライセンスはないでしょう、ないです、J3 ライセンスを剥奪するぞと脅されているとその理由はと、照明がダメだと、照明がない、はい、でそれはもともと2014年に J3 が誕生して J3 に参入がグルージャ決まった時から照明は基準満たしてないのは分かってたんだけど、その猶予期間が4年5年設けてて、でそろそろその猶予期間も迫ってるけど相変わらず変わってないぞと、その照明がね、ということで、脅されて、うん、慌ててクラブも、はい、まあ、市議会とか県議会とか、まあ、当然サポーターも含めてね、クラブの社長やスタッフの人たち、はい、みんなで、なんとか税金の力を借りて、そう、なんとか署名を一生懸命集めて始めたんですね。署名、ね、やってましたよね、今年のやってました、ね、春先、シーズンオフぐらいですか、はいはいはい、でそういう流れがあります。これ今前段です。ニュース原稿の前の、初めて聞く人に分かりやすく前段がありました。2014年に誕生した JS3 からいるんですがと、ずっと先延ばしになってた照明がいよいよ脅されてっていうね。さあ、それで剥奪するぞと言われて慌てて3月から照明活動が始まったりしてたんですが、この度、この J リーグ基準、J リーグのライセンスを満たす、ね、J リーグ基準を満たすスタジアム整備を求めた、これ盛岡市と岩手県に要望書を提出したと、しかも14万人分の署名も一緒にワンセットで、これ朝、はい、春先からやってた署名が14万人分集まってたと、はい、そして正式にその要望書と署名の14万人のこの書類の束が正式に市議会と県議会で両方で採択されましたと、はい、で既存のスタジアムの設備照明設備設置だけでも、その費用は工事の代金は最大で10億円と見られていますと、うん、はい、この今のグルージャの盛岡南の南岩銀スタジアム、今の岩銀スタジアムに追加で、はい、何万ルクス以上という、つまり基準を満たす照明を後付けで工事するだけでも10億円最大10億円、うん、どう安く見ても5億円以上になるでしょうっていう感じでしょ、うん、そうそう、最大10億ということはね、うん、でもここのニュースの原稿ですね、もしも署名した14万人がですね1人7000円ずつぐらい出せばですね10億円って集まるのにと、集まっちゃうんですよ、集まっちゃいますよと、うん、はい、これだからつまりこう疑問を投げかける形のニュース原稿でございます。そうですね、はい、税金に頼らなくても1人7000円でいけたんじゃねえかと、いけるんじゃないということですね、はい、5億円だったら3500円ですからですね、うん、はい、そういうことで14万人の皆さんがね、筆を一筆書くんじゃなくてもっとより具体的な、自分たちが応援している J リーグもしくは自分たちが応援しているクラブを自分たちの手で自分たちの民間のお金でちゃんと照明施設を作ってやろうじゃないかっていうぐらいの心意気と、覚悟があれば多分批判は起こらないと思いますので、はい、今日のニュース原稿は一応、問題提起も含めてですね、まあ、読んでみましたということで以上、はい、J リーグヘッドラインニュースゴーン終わり、はい、じゃあ R リーグ編いきます。次、さあ5本のニュースはですね読みますね。1本目が天皇杯2回戦、これはさっきのニュースと被ってます思い切り、本田FCとビアティンが J1 チームを撃破しました、はい、これははしゃいます。さあ2本目のニュースは
JFL の東京武蔵野シティが来シーズンの2020年の J3 ライセンスが欲しいと、ライセンスが欲しい側です。武蔵野シティは持ってないので申請しましたと、まあ、毎年これはこの7月っていうこの夏の時期が、あと来年 J3 行く気あるんですかないんですかを事前に申請しなきゃいけないラストのタイミングですから、この夏が3月が、うん、7月が、うん、なんで武蔵野は出しましたっていうね、はい、以上です。皆さん夏の風物詩、夏の風物詩ですね。出したというだけでニュースですけど、これは通ったって話じゃないです。ここから審査が行われるんで落ちる可能性もあるっていうね。あと出す側もですね、今年も落ちるんだろうって言って一応出したかなっていうのはありますよ。100年構想クラブに態度なし。そうです、うん、つまり、出したからライセンス取れるっていうほど甘くないっていうのもこのね、あの J リーグのライセンス制度のね、うん、近年の厳しさもあるんでね、まあ、もちろんそれさっきのグルージャのニュースとちょっと被るんですけどね、うん、そんなに税金頼ってスタジアムこうこう改造したってしょうがねえだろうっていうクラブもあるんでね、難しいとこですねっていうね、まあ、こういうニュースは引き続き、その後どうなったかも追いかけましょう。さあ3本目のニュース、かつてビアテミアに所属していたゴールキーパーのビニシウス・ゴベッチ選手が、北信越一部リーグの福井ユナイテッドに移籍して加入しましたと、直前まで登録してたんですね、きっとビアティにね。この夏の移籍ってやつですね、要はね、うん、はい、で多分ビアティもここから外から取りますよね、うん、そんなニュース出てなかったですかね、まあ、あ、じゃあ私の、まだ私だけの情報ですね、まあ、今あなんかあ言っちゃったみたいな感じでビアティ補強しますよ多分、うん、はい、僕は聞きました、うん、はい、あとこれ以上具体的な話はしません。さあ4本目、オコシアス京都は元ガーナ代表のミッドフィルダームスタファ選手が所属してたんですが、今シーズンね、はい、なんと現役引退すると、うん、なんで最後のチームがオコシアスになりましたっていうね、すごいね、ガーナ代表の選手が最後オコシアスで終えるっていうね、うん、いいねどうしたんですかね、いや日本のサッカー文化の豊かさを今感じますこのニュースでね。例えばあの鳥栖にいるあの神の子、うん、トーレスがね、うん、なんか、まあ、サガン鳥栖で引退するという世界のサッカーファンからしたらサガン鳥栖どこそれみたいな話じゃないですか、うん、でもあのガーナ本国にいるねサッカーファン、ガーナ人のサッカーファンからするとね、うん、うちらの代表のムスタファ最後何京都で引退かみたいないうね、ワールドワイドだなと思いますね、はい、以上4本目終わり、うん、さあ5本目のニュースは三重県一部リーグの、TS ファウ1973四日市、これ先週もなんかあの投稿メールで、うん、あの県リーグの写真で紹介した気がするんですが、うん、そこのですね、まずクラブの理事長が確か小倉貴文さんで、元ジェフ元ベルデ、まあ、もう元グランパス8と言えばいいでしょうか、うん、小倉さんが今現在この四日市のいわゆる理事長って社長ですね、やってるんですが、そこの新しくテクニカルディレクター、あの、まあ、技術委員長と言ったらいいんですかね、うん、はい、まあ、強化部みたいな感じですけど、テクニカルディレクターに、同じく元日本代表、このもう本当小倉さんとチームメイトだった中西英介さんが、テクニカル就任しましたっていうね、なんか本気モードですねみたいな感じですね、2枚看板揃いましたみたいなのがこの三重県一部リーグの、1973四日市でございますということで、さあこの5本の中から1本読みましょう、同じくやっぱり5本目のニュースです、三重県一部リーグに所属する TS ファウ1973四日市がジェフ市原や横浜 F マリノスで活躍した中西英介氏、かっこ元日本代表と、中西英介氏のテクニカルダイレクター就任を発表しました、四日市に隣接する鈴鹿市出身だそうです、中西さんは、高校がかの有名な四中高、四日市中央工業高校ね、小倉貴文氏も中田一三氏とともに四中高サンバガラスとして名を馳せて、高校サッカー選手権に優勝しましたと、かつて、ね、TS ファウでは、中西氏はトップチームだけではなくジュニアユースやジュニアの強化にも関わりますと、四日市の人々に愛されるクラブ作りの手伝いをしていくというご本人のコメントだそうですと。で今年ですね、この2019年はビアティ・ミエやね、スーカーリミテッドと、そしてこれ JFL2 チームと、県リーグに FC 伊勢志摩もありますからね、それに続いて県内で4番目の J リーグ入り
を目指す、クラブをこう TS は四日市が名乗りを上げていますということで、まあ、地元のスターこのもう4中高のサンバガラスって本当オールドファンならもう有名なんですけどね、中西さんと小倉さんと中田さんはね、この3人のうちの2人が、現在地元のスターはね、4中高のスターがこの1973四日市をどう、盛り上げていくのかが注目ですというのが5本目のニュースでございました。四日市ではなく四日市です。四日市ですか、はい、ありがとうございます、うん、はい、わかりました。どんどん皆さんあのチャットでライブ放送はチャットの書き込みができるので、どんどんあの私へのツッコミでも構いませんし、あの情報でも何でもいいんです。あのぜひ書いてください、うん、スタッフ含めて私も含めて読みますので。さあ以上がヘッドラインニュースの R リーグ編5本でございました。それでは特集に行きましょう、はい、今週のまず特集の第1弾がですね、関西リーグ、6月29日と6月30日に行われておりました関西リーグのレポートで、土日開催を行ってまいりましたというか、まあ、私が行ってきたんじゃなくてですね本日のディレクターもやっております YOSHIKI さんがですね、はい、行ってまいりまして、ここからはあの YOSHIKI さんも一緒に声で入ってもらいますが、はい、VTR1 試合目29日の試合から見ていくんですが、はい、YOSHIKI さん、その VTR 見る前に何か言っておきたいことあればどうぞ。ああ大丈夫です、とりあえず、はい、もう言っちゃってください。まずですね、1試合目のレポート、6月29日は、こちらのカードです。関大クラブ2010、はい、関西リーグ2部ですね、ですね、はい、関大クラブ2010 VS 琵琶湖成蹊平、はい、今シーズンから関西2部に昇格した琵琶湖成蹊平、はい、この関大クラブ対琵琶湖成蹊の試合が、はい、6月29日土曜日、はい、午後1時キックオフ、はい、滋賀県ですか、これはビッグレイク、はい、ビッグレイクです、ビッグレイクというところで行われました。それの動画レポートがございます、はい、それでは動画を見ながら私と一緒に YOSHIKI さんも喋りますので、はい、お願いします。動画と、まあ、この日は天気予報雨だったんですけど、あのこうやって曇って結構気温も31度まで上がって暑い中の試合です。で、関大クラブは大阪のチームなんですけど、なぜかあのホーム開催がほとんどできないので、こうやってビッグレイクで試合をやってるっていう感じになります、ね、はい、ということで前半のキックオフ、赤が関大クラブですね、で青が琵琶湖平です。これもう後半の終了間際でセットプレードーン、うん、先制点、はい、あれですね、セットプレーから金久選手が前半の終了間際に競ってあの点取ったところですね、はい、で、後半キックオフ、いやこれまだ前半です、前半ですね、ごめんなさい、でこれで前半終わりですね、超ダイジェストですけど、前半はまず 1-0 で終わりましたというね、はい、そして後半始まります、はい、赤が関大、関大、青が琵琶湖成蹊平と、はい、追いかける琵琶湖はどうでしょうっていう感じなんですが、さあ、これももう2点目ですね、確かに。そうですね、はい、違う、これはまだ2点目じゃないですね、ゴール前の混戦からなんとか必死に花際に食らいついて琵琶湖の押し返したいって感じで、同じく大学生同士ですよね、この日、関大クラブは関西大学の OB ですね、琵琶湖は大学生、琵琶湖は大学生、桃山じゃないですね、それはまた後です、琵琶湖成蹊大学ですね、はい、逆サイド振ったんですが、これオフサイドと、まあ、そこをする時間が進むですね、これ後半22分のシーンなんですけど、関大クラブ2010の追加点のシーンです。右サイドにドフリーのところで振って、もうこれ中走り込んでます、うん、センターリングで折り返して詰めて、おこれそうですね、キム君が詰めて2点目、番号32番のキム選手が入ります、これで追加点 2-0 と、このまま多分このゲームは 2-0 で終了になります、はい、うん、以上、そうですね、はい、関大クラブ2010が勝ちました。このあと試合後の両チームの選手へのインタビューが立て続けに届くと思ってくるのでそれをまず聞
聞きましょうかね。はい、それではディアコ政権平野の方の采配をされてた大石さん、大石君です。お疲れ様でした。まず琵琶湖政権平というチームはどういうチームかっていうのをぜひ大石君の方から教えてください。そうですね、いろんなカテゴリーから、チャレンジしたいっていう気持ちのある選手が集まった社会人のチームになります。はい、去年は滋賀県1部で戦って、今年関西2部に上がって、そこの違いというのをぜひ大石君がどういうふうに受け止めているかというのを教えてください。そうですね、グラウンドの環境とかもそうですけど、やっぱり相手の戦い方がすごくうまいなって思います。やっぱり大人みたい、大人の戦い方をしてくるんでちょっと苦戦してます。はい、前期終わって3勝4敗勝ち点9で、後期に向けて当然巻き返さなきゃいけないっていう部分はあると思うんですけど、後期に向けての意気込みをぜひお願いします。はい、まずはチームとして戦うように一体感を持って練習から 100% で取り組むのと、自分も復帰できるんで、もし試合に出るときはやっぱりチームの中心になって戦うことを戦います。総理大臣杯の出場が決まって、はい、明日、関西選手権の決勝、サッカー部としての明日の決勝への意気込みをぜひお願いします。はい、関西の1位決める大会なんで、やっぱりみんなの力を信じてますし、勝てることを信じて応援に行きます。琵琶湖政権平野の川島くんと宮島くんです。試合お疲れ様でした。前半からチームが全体的にだらっと入ってしまって、やれるとこを思ったのに中途半端になったから負けにつながったかなと思って、2連敗してる中で絶対に勝とうと入った中で始まった試合でしたが、チーム全員同じ方向を向けてなくバラバラになってしまっていて、2失点という形で自分が止めたら防げた負けだったんですけど、それは深く受け止めて次に繋げていきたいと。3勝4敗で関西リーグ今年初めて上がってみて、関西2部っていう印象としてはまず川島君からどういう感じで受け止めてますか？去年と比べても含めてですが、はい、僕は去年学生での I リーグで戦ってたんですけど、それに比べて社会人っていうのは全体的どのチームも他のチームの方々も賢くて、戦い方っていうのを理解してるっていうか、自分たちの戦えるポイントとか勝ってる時の戦い方とかすごく賢くて勉強になります。宮島君どうですか？僕も去年はアイリーグでサッカーして、 学生を相手にサッカーしてたんですけど、対社会人となると体格も違いますし、僕らより長くサッカーしてきてる分、サッカー感の違いもあって、もうすごく賢いですし、勝ってる時の戦い方だったり、自分たちが4敗している理由っていうのは相手の戦い方が上手で、それに自分たちが劣ってる部分が大きいのかなという印象。ありがとうございます。後期に向けてまず川島君から意気込みをぜひお願いします。後期に向けて2週間しかないですけど、1回とりあえずみんなリフレッシュして、自分たちの良さっていうのをもう一度再確認して、元気に走って学生らしく、みんなそれぞれの将来のために後期も絶対刀だなと思うし、はい、もう一度全員で同じ方向を向いて一部昇格という目標に全員で向かっていけたらなと思います。ありがとうございます。あと、琵琶湖政経大としては総理大臣杯の出場が決まって、明日関西選手権の決勝があります。多分皆さん応援行くんですけど、その意気込みもぜひ、琵琶湖政経大としての意気込みもぜひ明日に向けての川島君からお願いします。決勝初っていうことで、やっぱチームとしても学校としても盛り上がってるんで、自分たちは違うチームなんですけど、全力で応援して関西1位として出場してもらえたらなって思います。はい、でもお願いします。今年のチームの目標として歴史を塗り替えるという目標なので、ぜひ自分たちも応援するので、歴史を塗り替えるようにチーム全員一丸となって戦いたいと思います。じゃあ関大クラブの点を取った2人です。まず、ちょっと関大クラブの32番の金ジャペです。はい、55番金下慎也、1点目取りました。
ありがとうございます。まず金沢選手1点目振り返ってください。ぜひお願いします。そうですね、まあすごい難しいボール来たんですけど、結構グワーンって持ってったんで、まあ、俺のスキルが光ったかなっていう。いや、キーパーとうまく競り合ったなと思って、しっかり決めたボールだと思います。ジョテ君2点目振り返ってください。そうですね、サイドからいいボールが入ったんで、まあ、シュート打つかなって思ったんですけど、まあ、なんとか押し込めてよかったです。どうですか、大学生と今年初めて多分当たったと思うんですけど、実際琵琶湖キラさん対戦してみてどうでしたか。もう僕ら30超えてるんで学生とやるのはしんどいんですけど、まあ、昔から一緒にやってた仲間なんで、まあ、助け合ってっていうモチベーションでみんなでやってました。はい、ジョテ君はまた待って活動があんまりできない中で、一旦各自動きながらで、まあ、学生に走り勝てたっていうのはすごくいい勝利だと思います。はい、ですけど後期に向けての意気込みをまず金沢選手からお願いします。はい、後期の3連戦については、2連戦かについては、前期2敗してるチームなんで、まあ、ここ2勝したら昇格に希望を持てるかなっていうふうに思うんで、まあ、みんなでいつも通り頑張ってやっていきたいと思います。はい、ジョテ君お願いします。まあ、同じく、まあ、試合残る試合も限られてますし、まあ、全員ほぼ30代超えてる中で、時間共有できるのも限られてるんで、まあ、今年は息が出せるように頑張りだと思います。はい、頑張ります。続いて神大クラブ、川口選手と井川選手です。はい、まずキーパーの井川選手、はい、無失点でしたけど、はい、どうでしたか。まあ、ディフェンスラインが頑張ってくれたので、まあ、僕は抑えれるところだけ抑えたっていう感じで、まあ、本当ディフェンスライン頑張ってくれたので、まあ、全部抑えられるかなと思います。川口選手どうでしたか、一日振り返ってみて。まあ、今日も無失点で4試合連続無失点なんですけど、やっぱり平日仕事をしている集中力をそのまま休日にも活かせれて無失点できたんじゃないかなと思います。はい、ではまず川口選手から後期に向けての意気込みをまずぜひお願いします。後期は前期結構惜しい試合で、勝ち点を逃してしまったんで、まあ、その足りなかった何かをしっかり考えながら、後期臨んで、しっかり関西一部に昇格できるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。井川選手お願いします。はい、昨年同様暑さがやっぱ敵になっているかなと思いますので、まあ、そこに向けて平日から暑に個人個人が練習して暑さ対策も含めて、いい状態で、チャレンジしていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。最後に何か2人でやってください。週末イレブン。ありがとうございます。というわけで、両チームの選手コメントも聞いていただきました。はい、何か琵琶湖平の方なんですけども、実はこのチーム監督がいないというチームで、うん、毎試合采配する選手が変わるっていう、うんうん、で集まってくる選手もいろんなカテゴリーから集まってくるので、本当にもうやる気の子たちある子たちだけが集まるっていう結構特殊なチームな感じになってます。それでも結構頑張ってるっていうのが琵琶湖平のいいところです。はい、総理大臣杯のことを、はい、こう抱負を聞いたりしてたんですけど、いわゆる琵琶湖も、はい、トップチームが大学リーグの方には、はい、そうですね、あって、はい、それが何ですか、総理大臣杯、総理大臣杯出場を決めてる。そうですね、関西選手権っていう関西予選で優勝をして、うん、総理大臣杯に出るということで、うん、もうそれが、まあ、優勝前だったんですけど出ることは決まってた。その前日の話でしょ、うん、このね、6月20日だ、翌日がそれのトップチームのホームの決勝戦だったっていう。決勝戦だったので彼らは無事勝ったと、はい、で彼らは応援に行くので応援の時の抱負も聞かせてって話になったと。なるほど。でこの関西2部に出てる選手も大学生だし、はい、琵琶湖成蹊大学のサッカー部のメンバーだけど、はい、社会人リーグの方に回ってるって意味ですね、はい、先のね、吉田さんの話は、はい、OK です、理解できました。というわけで関西2部の、まずは土曜日の試合を、はい、取材してきまして、そして翌日の30日は、はい、場所を変えてですね、阪南大高見の里という、はい、競技場ですね、大阪の松原っていうところにある阪南大のグラウンドに行ってきて、日曜日は行きましたと、はい、そしてそこでは
2試合連続試合を行われてですね、はい、関西一部リーグの試合がですね、はい、で1試合目のレポートから見ましょうということで、はい、阪南大クラブ、はい、こちらは大学生のチーム、阪南のセカンドチームですね。そしてセントアンドリューこと、これが、桃山学院大学のセカンドチーム、こちらが桃山学院大学のセカンドチーム扱いの、はい、この同じくやっぱ社会人リーグ、この関西リーグの方に出てる大学生という意味で ね、はい、そうですね、この大学生同士の試合、6月30日お昼12時半キックオフ、阪南大の敷地なんですか、はい、これは高見の里というところ、高見の里グラウンドですね、はい、1試合目見ていただきますが、あいにくの大雨の日だったということで、この動画冒頭からその雨のシーンから始まりますので、皆さんしかとご覧ください。どうぞ。もうすでに降ってますね。そこはまだ大した雨じゃないんです。これ阪南ですね、阪南大クラブの方のベンチで、こっちが、セントアンドリューの方ですね。で、まあ青が阪南大、園児って言った方がいいかな、園児が一応桃山学院ですね。あ、セントアンドリューですね、ごめんなさい。でまだこの辺は雨がそんな降ってないからいいんですけど、だったんです。セントアンドリュースの主力は何なんだ。阪南の子はこうやって遊んでくれました。さあキックオフです。はい、視聴者の皆さんに、ご注意お知らせ言っておきますが、この日の得点シーンは取れておりませんので、すいません、あらかじめご了承ください。さあ今シュート放ったのが22番ですね、はい、後ほどインタビューにも出てきますが、この22番の選手が特にちょっと目立ったなと、すごい動画を作ってありますが、今あっという間に前半終わりました。 0-0 でございます、はい、さあ後半開始、後半開始に直後に、セントアンドリュースといった先制点を決めるんですが、後半始まってから真っ暗になって、しかも土砂降りの雨です。これはちょっと危ないので、一旦ちょっと我々は避難します。あ、入った。後半現在7、8分ぐらいですが、この状況です。逆サイド見えません。こんな中ですが、バックスタンド側には変わらずに傘を差して見てる人がいます。本当にもう頭が下がる思いでございます。土砂降りの雨から5分で場内水浸しです。雨はやめましたが、ピッチサイドはこんな状況です。ちなみに、センターラインの人工芝がもう完全に浮いてる状況です。さて、というあのこれ撮影したのもよしこさんで、現場にいなかったね、あまりにも雨なんで嘆き節の実況が入ったんですけど、まあ、もうほとんど田んぼですからね。田んぼです。ボールが止まるところかも、もうボールが全然動かない。その中で彼がですね、浮かしたリフティングで、この油断の油断がね、彼はすごかった、工夫してましたよ、うんうん、この試合2点目が後半9分実はとっくに入ってまして、この時間で、はい、今 2-0 でセントアンドリュースがリードしているという状況で、これ後半アディショナルタイムになってます。はい、ゴールシーン2点とも取れておりません。豪雨のためカメラも回せずみたいな感じで。阪南大クラブのキャプテンの大国君です。お疲れ様でした。試合振り返ってください。いつも最初の方に失点するんですけど、ここ2試合で前半は失点せずにしっかりいけてたんですけど、やっぱり後半の中盤になっていくと全体的に落ちていって失点が増えていって負けることが多いから、今季はそういうところを改善して、上位を目指して頑張っていきたいですけど、多分今季最低4勝ぐらいは必要だと思うんですけど、ぜひ意気込みをお願いします。また一からチームを作ってどこにも負けないように頑張っていきたいと思います。アンドリュー、先制点取りました、飯塚君です。お疲れ様でした。お疲れ様です。先制点振り返ってください。もう
思いっきり打ってそれが敵に当たったんですけど、気持ちで入った感じで良かったです。こう前期で最後の試合で初勝利っていうところで、まあ、後期に向けての意気込みをぜひお願いします。今の勝利を後期に続けて勝ち点伸ばしていきたいです。はい、あと大学の桃山学院としての大学のまた引いてください、お願いします。やっぱり早く、まあ、ここで社会人リーグで結果出してトップに近づけるようにやっていきたいです。2点目の三谷くんです。お疲れ様でした。2点目振り返ってください。いいところにクロスが上がったんで、低いちょっと低いボールだったんですけど、もう頭でいこうと思って突っ込みました。よかったです。この雨、このピッチどうでした？正直やりにくくて、はい、でちょっと苦しい時間帯が続いたんですけど、はい、そうですね、攻めにくかったです。ぜひ後期に向けての意気込みをお願いします。後期は一勝でも多く勝てるようにチーム一丸となって頑張っていきたいと思います。22番ゆばくんを呼んできました。お疲れ様でした。お疲れ様です。雨の中でもすごいリフティングですごくドリブルで持ってったイメージあるけど、そういうのってやっぱ得意なんですか？基本的に濡れたピッチが得意じゃないんですけど、はい、リフティングとかボールを浮かすことで自分の技術をちょっとでも出せると思ったんでドリブルさせてもらいました。で、まあ、初勝利で後期に向けて巻き返さなきゃいけない立場ですけども、ぜひ後期に向けての意気込みをお願いします。はい、後期前期ではあまり結果が出なかったんで、もっとチーム全員で結果にこだわって残留に向けてやっていきたいと思います。で、桃山の宣伝お願いします。やっぱり今日勝ったことでみんな自信ついたと思う。後期からは、まあ、自分たちの全勝してリーグ戦制覇していきたいと思うんで、応援よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。以上でございました。さあ、大雨の中で行われた1試合目、これが1試合目だったんですけどね、はい、両チーム学生らしさがにじみ出るコメントでしたということで、何か補足ありますか？セントアンドリューは実はこの試合が初勝利、リーグ戦初勝利で、阪南大クラブはこれで勝ち点がセントアンドリューと並んで7位8位を走っているので、後期この2チームの巻き返しがどこまであるかというのはちょっと注目してもらいたいなと思っております。はい、以上、はい、ディレクターからの、推しポイントでございました。いいですか？以上、はい、大丈夫です。じゃあ3試合目、この続けて行われたこの大雨が降った、まあ、若干終了間際にやみ始めてたんですか、あれは、はい、もう晴れてたんですか？晴れてはないです。小降りになった状況で次の試合が同じくその阪南大高見の里で15時キックオフの試合がですね、はい、今度は神大 FC2008 と、はい、こちらは現役の大学生のチームですね、はい、2010の方が OB チームで、はい、2008の方が関西一部に、はい、今一部にいる現役の方の神大 FC2008、はいはい、バーサスFC ティアも平方と、はい、何かと話題のと、はい、二川選手やね、うん、元ガンバの二川選手や元アントラーズの野沢選手が今現在この試合にも出てるんですけど、はい、たくさんの J リーガー、元 J リーガーが所属している FC ティアも平方、はい、まあ、この時点で確か一部リーグの関西の2位かな、はい、おこしやす京都を追いかける平方が阿部チーム扱いで2試合も行われましたということで、そのレポートを見ますが、何か補足ありますか？阪南のグラウンドのピッチ状況にちょっと注目してもらいたいです、個人的には。うん、そこも含めて2試合目のね、2試合目のピッチ状況にちょっと注目してください。じゃあ動画を見ましょう。こちらもあの動画の音声を中心にまずは聞いてください、はい、どうぞ流してください。青が平方、青がティアム平方、赤が神大吉ですね、はい、で、まあ、ティアムが平方のサポーターが上がってまして、大学生は実はこの日はちょっと関西選手権決勝の動員がかかっていて、東海選手が誰もいないという状況の中で、ね、動員がないと、バスケさんだけが来ているという関大、関大もそうですし、その前のティアムとか、ごめんなさい、その前の試合目の話ね、阪南と桃山も OK です、ご父兄さんしかいなかったと。ちなみにあのティアムのサポーターは七夕元です。七夕、元曲は七夕、うん、はい、
というわけで前半キックオフです。ちなみに青いチームの背番号8番をつけている選手が野澤拓也選手で、背番号10番が二川選手でございますと。ちょっと野澤選手はこの撮影した映像にあんまり映ってないです。来ません。ゲームメーカーの位置にいますと。さあ、やや晴れてますが、まだちょっと水気が含んでいる前半のこの人工芝グラウンドと。さあ、今、赤いユニフォームの関大FC208 が割とペースを握ってますよという。さあその中ですね、ティアマンが攻撃と。さあ右ドグリで上がってきました。ここは結構惜しかったシーンですね、いや入ってないです、このキーパーがね、関大のキーパーの子がねすごくよく頑張って止めてたので、本当にティアムはこうやって右から左から散らして攻めるシーンが目立ったんですけど、これゴールシーンです。ごめんなさい、ここちょっとね、カメラが見切れました。すみません。ディレクターが現地カメラマンで見切れた瞬間に決まってました。ゴール決めたのが浜中選手、元奈良クラブにいました浜中選手が先制点、前半の40分にティアムがリードして前半終了しました。そして、早速後半始まります。さあリーグ2位、1位のオコシアックスを確か勝ち点3差ぐらいで追いかけている、2差とかその本当僅差で追いかけているティアムは負けるわけにいかないんですよっていうゲームなんですが、あと後半はですね、乾いたグラウンド、だんだん乾いてくるんですけど、ボール回しも両チームし始めますが、関大 FC がですね、ガン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 前から前から行くんですよ。本当にね、さうまくこうティアムの方はボールを動かして揺さぶりたいところなんですけど、逆に関大の方にこれゴールが生まれます。これも見切れてますがゴールが今入ります、同点。奥井選手です。背番号17番の奥井選手のゴールで、後半の24分に同点と。さあ、これ確かね、二川選手カメラだけをやってみようか。あ、これ結構いい攻撃だったんですけど、もうないかな。あ、これでもう試合終了ですね。1対1、結果1対1で、痛み分け、というか平方としては非常に痛い勝ち点1になりました。これで実は関大 FC が、5位以内を決めて全社予選の出場が決まったっていう、この引き分けでリーグの5位以上なんですね。そうですね、なのでこれがすごいね、大きな勝ち点1になったという試合で、彼らは結構喜んでました。というわけでですね、こちらの試合も試合後の両チームの選手と監督にも聞いてますので、聞いてください。関大 FC の山本選手と奥井選手です。お疲れ様でした。まず奥井選手、得点のシーンを振り返ってください。もうあのシーンはもうゴール前でファーストタッチ結構決まったんで、もうそれであとはもう振り抜くだけで、もう思い切り振り切ったら入ったんで。奥井選手前ですごく頑張ってて、今日ティアムのディフェンス結構厳しかったと思うんですけど、実際やってみてどうでしたか？そうですね、社会人の相手はみんなどのチームも強いんで、そこで、2月から筋肉トレーニングしていて、それの成果がちょっとずつ出てきてて、多少やり合える部分も出てきて、そこは自信にも頑張ってきたと思います。結構ねシュートをバンバンに止めてたイメージがあるんですけど、実際やってみてどうでしたか？そうですね、やっぱり社会人というところで、フィジカルとか、性能高さとかでやっぱり、シュートの回数は多くなると思うんですけど、その中で、コースを限定させたりだとか、シュートを限定させることによって、相手にプレッシャーを与えて、外したりとかっていうのは、すごい意識してました。はい、ありがとうございます。前期終わってこれで、5位かな多分、前者の予選が決まりました。で、この先大臣杯という個人的な目標の大臣杯に出たいというところもあると思うんですけど、まず前者に向けてなんですけれども、やっぱり私たちは人数も多いというところで、すごい競争っていうのが激しいというところで、一人一人が努力をして、
あまり切磋琢磨してやっていってやっと、まあ、全社で戦えるチームになるのかなというふうに思うのでそれは頑張ってきたと思います。まあ、またその総理大臣杯に向けては、まあ、僕たちの上にあともう一個チームがあってその上にトップチームがあるというところで、まあ、もっともっとやっていかないといけないなというふうに思っております。以上です。はい、お願いします。まあ、個人的にはトップチームを目指してもちろんやってるんですけど、まあ、そのためにも今いる自分たちのカテゴリーでまず活躍して結果を残していくことが大事だと思うの で自分たち神田 AFC はチーム新チーム発足当時から全タイトル制覇というのを目標に掲げてやってきているので、まあ、それまず1個いけるチャンスをまずここで手にできたので、まあ、これからもしっかりそこを目指してチーム全員でやっていきたいと思います。神田 FC 高野選手です。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。結構前に上がっていくシーンが多かったと思うんですけど、今日の試合振り返ってくれどうでしたか。そうですね、結構、まあ、ピッチも、まあ、天候が結構荒れてて、まあ、最初ピッチ状況も悪い状況だったんで、まあ、セカンドボールというところを意識して、まあ、結構前後の動きで結構しんどかったんですけど、まあ、そういうところを意識して、まあ、勝ちたかったんですけど、まあ、勝ち点1っていうのを取って、まあ、全社予選につなげられたかなと思います。そうですね、まあ、最初は結構蹴り合いになってしまったんですけど、まあ、ピッチの状態も変わって、まあ、次ボールをつないでいくっていう、まあ、サッカーに変更して、まあ、最初は結構うまくいかないところもあったんですけど、まあ、徐々に修正していて、まあ、チャンスも作れていたんじゃないかなと思います。はい、で神田としては総理大臣杯もこれから向けてっていう部分もあるんですけども、はい、そちらに向けてそれぞれ抱負と期待をお願いします。はい、まず、まあ、自分の神田 FC 2008はまず全社予選を勝ち抜いて全社出場というところで、まあ、全タイトル制覇という目標があるんでそこに向けてやっていくのと、まあ、神田全体としてまあ、全員サッカーで日本一というところトップも含めて全員でやっていきたいと思います。はい、山平方先制点取りました浜中選手です。お疲れ様でした。はい、試合をまず振り返ってください。まあ、個人的には先制点取れてで今シーズン初ゴールだったんで、まあ、嬉しかったんですけど、まあ、終わってみてチームとして、まあ、1対1の引き分けで終わってしまったんで、まあ、僕らにとって引き分けって負けみたいなもんなので、まあ、本当に結果としては残念ですけど、まあ、終わったことをああだこうで変わらないのでまた試合続きますので、まあ、そこに向けて、まあ、この経験を次に生かして、また前向いて頑張りたいと思います。はい、ですけど去年、まあ、チームとしてやっぱ変わった部分ってありますか。まあ、もちろんレベル的にすごい大幅にメンバーが変わったっていう意味で、まあ、元 J リーグで、まあ、元 J リーガーっつってもね本当に J リーグでたくさん試合出てきて経験のある選手が来てくれたので、まあ、レベルとしては本当に上がりましたし、練習の中でも高い意識で、やれてる部分があるので、まあ、本当にベテラン の選手が先頭に立って、やってくれてるので、まあ、若手にもいい経験できてるかなと思います。ありがとうございます。まあ、後期に向けて当然起こしやすなりの勝ち点を詰めなきゃいけない立場になるんですけど、はい、ぜひ後期に向けての意気込みをね。もう本当に負けれない状況なんで、本当その一試合一試合を無駄にせずに本当に覚悟、今年のスローガンの覚悟を持って、僕たちは一試合一試合勝利に戦うのみ、まあ、その先に昇格というところが出てくると思います。また一試合一試合頑張りたいと思います。平方の、辻元監督です。お疲れ様でした。今日の試合まず振り返ってください。まあ、雨の影響でピッチ状態が悪いというところで、まあ、ゲームへの入り方を間違えないように、まあ、そこはある程度チームのみんなに伝えてスタートしましたけど、まあ難しい展開になる。まあ、戦う前から神田さんが、よく走る、ディフェンスも強い、まあ、そういったチームだというのはもちろん分かっていたので、まあ、そこを自分たちがうまくボールを動かしながらゲームを進めれればなという思いはあったんですけど、まあ、ピッチの状況で、まあ、プラン的には変えざるを得なかったんですけど、まあ、状況が良くなってからは落ち着いて中盤でボールを動かす時間帯も作れて、まあ、本当に後半の一瞬の隙というか、まあ、そういうところを突かれてしまったのは、大
大きな反省点かなというふうに思います。ありがとうございます。はい、まあ、これで前期が終わって、はい、あと前哨予選と後期に向けてというところがまずあるんですけども、はい、まず前哨予選に向けて、方法をぜひお願いします。準備することはいつもと変わらず、はい、チームが勝利するために毎週毎週トレーニングに励んでいますので、まあ、そこは変わらずというところと、まあ、ベテランの選手も含めて若い選手も含めて、まあ、全員に、いろんなチャンスを与えられるような、まあ、そういう大会にしたいなと思いますし、はい、チーム自体もアピールできればいいなと思います。ありがとうございます。はい、あと、まあ、起こしやすが周囲を走ってて、はい、追っかける身ではティアもあるんですけども、はい、後期に向けてもぜひ意気込みをお願いします。そうですね、直接対決がまだ一つ残っているというところと、まあ、とにかくもう自分たちは、まあ、チャレンジャーという思いで、今年入ってますし、まあ、勝たなきゃいけない相手、絶対に勝たなきゃいけない相手だと思うので、まあまあ、もちろんあの他のチームも、簡単な試合は一つもないので、まあ、一試合一試合ですね。はい、はい、というわけで、3試合目の、ティアモ枚方が、神大、FC クラブ、神田 FC2008 に1-1で引き分けてしまったというゲームの、はい、辻元監督ですね、最後、はい、元京都サンドといえば、はい、皆さん J リーグファンにはおなじみでしょうか。まあ、もうこの3試合で特集終わりなんですけど、はい、関西リーグの方はこの前哨の予選がこれから始まるんですよね。はい、そうです。でリーグの5位以上が、はい、まあ出場権をかけたこの関西地区の予選ですよね。はい、そうですね、1部に関しては5位以内に入らないと前哨の予選には出れないと、うん、で神大クラブがこの試合逆に関西1部リーグ以外の 5クラブ以外でどこが出てくるんですか。関西1部が5チーム、関西2部が2チーム、うん、あとは、府県リーグから大量にどこどこ送るって感じです。じゃあやっぱり関西リーグ1部の5チームがその前哨の出場権を取る確率はかなり高いですね。高いですね。はい、はい、で、まあ、あの辻元監督は、当然リーグ優勝をしてチャンピオンズリーグに出場するってことがもう史上命題なので、うん、はい、この後期もう一回起こしやすと直接対決あるまでは、まあ、負けずにっていうか全勝してですね、もう一度、はい、まあ、後期に向けては、うん、やりますよと、やり直しなんだっていう話をしてましたねということで、はい、まあ、ちょうど前期が終わるタイミングがこの6月29、30だったので、はい、そういう、 こう試合後のコメントでね、後期に向けていかがですかっていうのが大体こう、うん、3試合続けていろんな人に聞きましたという感じですね。はい、何か補足があれば。あ、もうとりあえず、前哨の予選は7月の28から始まるので、はい、またそこに関西は注目してもらえればいいかと思います。はい、ということで関西リーグの特集終わりです。はい、それでは次がですね、北信越リーグの特集に行くんですが、その前にですね、番組序盤のヘッドラインニュースで、私がニュース原稿を読みましたね。TSY1973 四日市の中西英介さんの、誤情報というか私が喋った話に誤情報が混ざっているので、これから正確にもう一度言い直します。まず中西英介さんが TSY1973 四日市、はい、1973四日市のテクニカルディレクターに就任したんですよ、今年で。かつて5年ぐらい前までは、5年ぐらいまでいいですね、2012年ぐらいまでは、伊勢志摩、同じく県リーグに FC 伊勢志摩のクラブの、はい、クラブアドバイザーもやってたのが中西さん で、 そ、 うです。でその伊勢志摩の現理事長が社長が小倉隆文さんでございますと。つまり小倉隆文さんは TSY 四日市の、理事長じゃありません。ここがあの訂正とお詫びでございます。FC 伊勢志摩の理事長が小倉さん、中西さんは5年前ぐらいのちょっと関わったこと、伊勢志摩にクラブアドバイザーになったけど、はい、現在は、まあ、ライバルチームの四日市の方のテクニカルディレクターと。つまり小倉さんと中西さんは現在はライバルチームで今度は相対するチームになったってことですね。はい、でも四中高三馬からその友達だよっていう話ですね。はい、はい、
ちなみに中田さんは現在京都の監督、これは正しい情報で、中田さんも、前伊勢志摩の方の監督だったんです、ね、はい、つまり中田さんは伊勢志摩から京都へ、はい、そして小倉さんが現在伊勢志摩に、中西さんが今年から四日市にと、はい、はい、以上、四日市四中高サンバガラス中心にした現在のお話を訂正を含めて伝えサンバガラス特集やりますか、はい、今度やりましょうね今度三重県リーグとかねビアティンとか鈴鹿とかまとめてなんか三重県のサッカー事情みたいなことをやりましょうね、はい、もう中西さんとか小倉さんに出てもらえばいいんですよね。そうですね、どうですかと、はい、じゃあそういうことでお詫びと訂正兼ねてお送りしました。さあでは気持ちを切り替えて北信越リーグの特集に行きます。これはですね6月30日同じく2、3週間前のリーグ戦のですね、やっぱりこれも前期の折り返しの最終ね、1巡目の最終節扱いにあった第7節、はい、福井ユナイテッド対アルティスタ様のアサマホーム、アルティスタホームの、リーグ戦の取材ですね、レポート、はい、いきなりもう動画いきますか。あ、いいですよ。じゃあ動画見ましょう、はい、アルティスタ浅間対福井ユナイテッド北信越一部リーグの第7節の試合、特集です。どうぞ。佐久総合運動公園陸上競技場、違いが野球場。佐久ですね。佐久です。これがすごいですね。高台っていうんですかね、高原っていう佐久の町ってあって、すごい見晴らしのいい場所でね、ちょっと長野県の位置関係と福井県とかそんなちょっと書いてみました。なるほど。北信越エリアはこんなに入ってますよ、はい、結構遠いと福井ですね。佐久がですね、はい、すごくこの日雨、東京とか降ったりしてた日だったんですけど、そうですね、佐久に着いたらファーッと晴れてきて、うん、この試合が始まる頃にはもう完全に晴天になった。これ午前11時キックオフですね、はい、はい、晴れたんですね。晴れたっていうことですね。白い方が、白が福井です。赤がアルティスタです。これは平竹聖也選手っていうアルティスタのキャプテンなんですけど、はい、彼が北信越リーグだけですよ、すごい100試合すごいな、驚くべき記録ですよ。北信越リーグをもう100試合出てるんですね、これで。そしてこうやってパパ登場、いやすごい、お父さん、はい、T シャツまで作っちゃって、もう完全なるローカルヒーローです、ね、ローカルヒーローでございますよ。すごい、北信越リーグだからね、はい、いろんな全カテゴリーの出場100試合じゃないからね、北信越リーグだけで100試合ですよ。そしてこの日は結構ね、はい、お客さん入ってるように見えたんですが、公式記録はなぜか0人。分かりました。野鳥の会の人が、はい、多分ね、忘れたんですね。はい。はい、いろいろこうホームゲームの上で大変ですからね、テンパってるうちに、あ、風邪の忘れたみたいな。で、まあ、試合始めまして。さあ、帰国しました。はい。ここまでの戦いですと、スコア的には福井の方がやはり、優勢というか。そうですね。リーグで総得点で40点台まで行ってるのが福井ですよね。はい、なので、福井の方が力があるというふうに、目されていた試合ではあるんですけれども、まあ、浅間がですね、結構こう粘り強いこう守備の意識で、福井にあんまりやりたいことやらせてないっていう。うん、明らかにこう動きが浅間の選手の方が良かったですね、うん、前半は。これはショートカウンターから、うん、あ、これも非常に惜しいシーンでしたね。これも比較結構惜しいシーンなんですけど、まあ、こういう感じですね。目についた選手っていましたか、この両チームで。なんか、まあ、得点した選手ですかね、はい、あ、ここがね、いい場面なんですよ、はいはい、アルティスタの攻撃、はい、この奥に出て、切り返しセンタリングを上げる、これをゴールキーパーが出します。コーナーキック、キッカーはもしかして木屋武さんです。木屋武選手、ね、キッカーです。これはゴールの匂いがするやつじゃないですか。そうですね。来た。入った。そらしてファーサイド。ゴール決めたのが梶選手。はい。はい。
はじ元気選手。はじ元気選手。先週プレーしたよ。森下先生。平竹選手もガッツポーズをしてますから。カジ選手、背番号18番、中盤の選手ですね。でスローです。スローを作ってある、すごい。スローを作っちゃいました。アウトに反らせる、誰かに当たったってるけど、いいっすね。いいシュートですよね。だ結構、得点力のある福井が有利かと思いきや。そうなんですよ。先に浅間が先制したんですよね。しっかり守って。はい。ノーティスタが。ただやっぱりこう、あの福井もボール持てるので、こういうところでやるんですけど、集中力、非常に高い集中力、浅間の選手の今のクリアの仕方、ちょっと惜しかったんですけど、いやまあ、去年までサウルコス福井っていうチーム名でね、いましたが、そうですね、監督は同じく望月監督です、まあ、去年もぶっちゃけ強かったですよ。強かったですね。前者もチャンピオンズリーグも含めて見てて思いましたよ、うん、非常にこうバランスも取れてるし、なんかこう子に頼ってる感じも全然しないですし、あの地域 CL チャンピオンズリーグの決勝ラウンドに進出したじゃないですか、最後の4チームにね、はい、あれ松江シティがダントツで強かったですけど、うん、もうたらればですけど、松江がもしもいなかったら多分福井でしたね、福井ネイテッドは、はい、多分優勝して JFL 上がってたねっていうチーム力でしたよねっていうね、うんうんうん、と思います。で今年はチーム名ユナイテッドに変わりましたが、多分戦力的には落ちずに、うん、そうですね、あのキープしたままね、はい、強さは健在なのかなという気は、はい、というこれはもう後半に入ってます、もう後半入ってますね、はい、さあ追いかける福井、追いかける福井ですよ、まだこれ 1-0、 はい 1-0 です。さあでここでですね、後半から入った選手がいて、はい、39番の金髪の選手がいるんですけど、はいはい、なんて言ったっけな、金村選手ですかね、はいはい、彼が入って前線で起点になってですね、フォワードですね、フォワードです、松江シティ、おーっと入った入った、うん、これはコーナーキックだったんですね、はい、橋本選手、キャプテンの、キャプテン橋本選手の同点ゴールと、はい、190センチですよ、センターバック背番号5番と、はい、一日船橋くん、今のは高かった、高いですよ、スロー出ますから、うん、おーまたスローだ、高い、うーん、ちょっと相手のね選手にも、はい、肩に自分の手を乗せて、はい、あのより高くね飛べるんですよね、はい、っていうね、さあ最後追いつかれた浅間、ここからちょっとあのもうキックオフからこうな回しますよ、はい、これ回してますが、1-1になって1-1になって、アルティスタボールでゲームスタートして、まんま今見てます、はい、つなぐセカンドボールクリアできず、はい、また拾う、これファールで、おっとファールだ、ファール、これ取られるとカウンター受けて、ここまでフリーキックですよ、なるほど、またここ蹴ってこれが入っちゃう、おー素晴らしいヘディング、すぐにまた勝ち越しゴールを決めた様、ゴール岡田選手じゃないですか、はい、昨年あの前車で岡田選手を見て、うん、あどうだ、インタビューさせていただきました、前車では岡田選手、ここねちょっとスローにしようかなと思ったらね早くなっちゃった、ああそう寂しい、いやいい選手なんですよ岡田選手マジで、はい、そしてまあここからもこう攻め続ける浅間、つまり浅間が 2-1 でリードしてるんですね、リードしてるんですけど、でここでこうかなりね浅間の選手まだ集中してるんですよ、これ前線からプレスかなり厳しくいくんですが、これ行ってんですけど、それをね福井うまくいなすんですよ、クリアしないでつないだ、 うまくいなしていくんです、ここで下から組み立てて、金髪が持って金髪が持って左に行ってこれ右サイドで振るのかな、でまたここ真ん中来た、あーっとこぼれてくる、クリア、ただまだここを拾うのは福井だ、ま、ちょっとあれですね、中盤がもう戻ってこれなくなったのかな、アルティスタの選手で前線でちょっと緩い、ちょっと緩いよ、ななちょっと緩いよ、あらお出ちゃった、でここから真ん中行って、あー、これやられるパターンですね、このねやっぱりこう前線からプレス行ってるんですけど、後半あの後ろの方とのこうなんていうんですか、温度差っていうんですかね、あのすごい開いちゃったね、そうそう、だからあの実はクリアしてセカンドボールをもう一回フォワードが戻ってきて拾ってほしいんだけど、もうそこまた福井につなげられちゃうから、
だからそこがやっぱりこう、ね、福井がちゃんとつけるっていう、ね、はい、ことだと思うんですよね。これで同点と。同点。ちなみにゴール決めた選手は福井ユナイテッドの山田選手と、はい、さあそんな感じでこのまあリーグ優勝争いをしている2チームが無敗で迎えた直接対決ですから、はい、アルティストホールを今2-2で、でもここからはガゼン福井ペースになっているわけです。これは必死に守らないといけないですよっていう、はい、スピードありますねこの選手も。どうやってこうなのかな。あれですか、やっぱ浅間の方は選手足が止まったもあるんですけど、やっぱり福井のボールの回し方がやっぱりすごくうまいかなと。やはりこうチーム作りにおいては一枚いかなと、はい、特に浅間の選手が疲れてきたという感じでは見えなかったですね。普通に回されてんだって感じですね、はい。でまあ、浅間の選手が自信にとにかく食らいつこうという感じですね。あの気持ちはすごく強いんですよ。でそれはおーっとここかなりね荒れる感じ。この試合もすごくね激しいぶつかりが多くてカードも何枚か出てるんですけど、うん、ここも最後の方で、そうですね、なんか今公式記録見てますけどイエロー5枚出てますね、はい、ね、両チームに2枚3枚激しい感じなんですよね。これヒートアップしてますよ選手も多いと押してます、ね、いややっぱりあの例えば九州リーグ先週放送した宮崎対沖縄対決とかさ、うん、あのこのリーグ連勝して直接対決の試合って本当にすごいゲームになりますね。そうですね、なんか決勝戦みたいな感じの、ね、この相手に負けたらね、チャンピオンズリーグ出場できねえってことが分かっててやってるからね、事実上の決勝戦だったら、まあ、北信越一部のそういう構図なんですけどね、福井とはそれが。ここで試合ここで終わりですね。で、まあ、引き分けと、まあ、もう浅間の選手も福井の選手も、結構ですもんね、うん。この後はもしかして、両チームのコメント入ってますか？入っていきます。はい、じゃあ、聞きましょうか。はい、どうするかな。そうですね、相手は本当に力のあるチームですし、まあ、僕たちは、まあ、去年も福井に負けて、まあ、2位ということで、まあ、チャレンジャーという気持ちで挑んだので、まあ、勝てなかったですけど、まあ、次につなぐ戦いはできたんじゃないかなと思います。そんな意識はしないですけど、まあ、僕たちは本当に一戦一戦勝っていくしかないので、まあ、それで最後一番上に立てればという気持ちで、まあ、毎試合戦ってます。一つの地域リーグで100試合出場する選手ってなかなかいないと思うんですが、木畑選手にとってこの北信越リーグのこの100試合というのはどんな、なんていうんですかね、思いがありますか？まあ、本当に支えてくれてる、まあ、アルティストに関わってくださる人全員に本当に感謝したいですし、まあ、でもこのクラブは、まあ、JFL、まあ、その上の J のクラブに向かっていくクラブなので、まあ、その目標にしている中での、まあ、100試合ということで、まあ、まあ、正直嬉しい気持ちもあるんですけど、まあ、悔しい気持ちもあるので、うんうん、まあ、早く、まあ、JFL に行きたいですけど、うん、まあ、本当に周りの人に感謝したいという気持ちでいっぱいです、ね。まあ、100試合というと大体シーズンでいうと何シーズンくらいになるんですかね？今年で8年目になります。8年目。そうするとその間にも、まあ、チームが、アルティスタがこう、全社とか地域チャンピオンズリーグとか、まあ、進出してっていうところもあったと思いますけども、木畑選手自身もいろいろこう、なんていうんですかね、他のチームに移籍するかどうかとかいうことがこう途中でいろいろ悩まれた時期とかっていうのもあるんですか？まあ、もちろん個人でもクラブでも、まあ、上のレベラーでやりたいっていうのはもちろんあるんですけど、うんうん、やっぱりこのチームで、うん、上のレベルに行きたいという気持ちが強いので、うんうん、まあ、全身全霊かけてこのチームに尽くしていきたいと思います。もともとの地元っていうのはどちらなんですか？東京です。あ、東京ですか。そうするとじゃあアルティスタに入ってからこの、信州の方に、ね、いらっしゃったと、はい、でもう8年じゃあそこで過ごされて、はい、この土地自体の魅力みたいなのはありますか？本当に長野県の人は本当に温かい人が多くて、応援してくれてる人が多くて、うん、まあ、その人たちに本当に結果で応えたいという気持ちが強くなりますね、うんうん。例えばここに
まあ、東京とか遠くからこの北信越リーグを見にこの佐久のこの競技場に来るという方がいらっしゃった時に、多分お蕎麦も食べて帰りたいって言うと思うんですよ。どこかお蕎麦屋さんどこか教えてください。草笛っていう草笛、はい、まあ、有名なところなんですけど、はい、上田にもありますし、はい、佐久にもありますし、うんうん、そこは結構、まあ、お店結構有名で美味しくて混んでるんですけど、あ、そうです、並んで食べる価値はあるかなと思います。やっぱりこうお店によってだいぶ味は違うんですか。そうです、多分違うと思いますね。量もちょっと違ったりするし、お蕎麦は好きですか。蕎麦好きです。あ、そうですか。勝ち切りたかったっていうのは素直な感想ですけど、まだ勝ち切れないっていうのが現状だと思うので、これからだなっていうのを思い知らされました。他の試合と比べるとこう少しその辺のテンションは高くなっちゃうゲームですかね。間違いなくそうですね、はい。まあ、リーグ戦なんで折り返しで、今度はホームで福井でもう1試合残ってますけれども、はい、まあ、そこでは必ず決着つけるっていう。そうですね。あとあれですね、前車の前車がそうだぶつかるんで、まあ、ある程度向こうもまあそうだと思うんですけど、うん、やり方っていうのはお互い分かったんで、うん、まあ、プラスアルファのところでどんだけ準備できるかっていうので、うん、勝負、そこが勝負になってくると思うので、まあ、準備したいと思います。くじ運が悪いって思います。くじ運が悪い。まあ、それ冗談として、そうですね。まあ、もう本当トーナメント、まあ、みんな言うと思うんですけど、うん、本当トーナメントみたいな大会なんで、うん、まあ、1個負けたら終わりっていうのは、うん、やっぱり独特のものがあるんですか、ね。まあ、ありますよ、やっぱり、うん、はい、やっぱ外から見てるのと中でやるのとじゃあちょっとやっぱ違うっていうのは言いたいんですけど、それは会場がどことかっていうことではなくて、その試合の位置づけというか、大会、その大会のどこと対戦しててもかかる重みっていうのが非常に高いので、うん、チームはサウルコス福井から、はい、福井ユナイテッドということで、はい、まあ、その間いろいろ大変なこともあったと思うんですけども、はい、橋本選手も選手として、まあ4年目ということは3年間サウルコスをやって、はい、まあ、今年から福井ユナイテッドっていう、はい、この切り替わりのところっていうのは、はい、選手か、としてはどんな時期だったというか、どんな思いでそこを過ごされてたか。まあ、そうですね、前サウルコスで、うん、まあ、会社がなくなるっていうので、うんうん、まあ、選手としてはどうしても福井に J リーグチームを作るっていうので、うん、貢献したかったし、うん、それ以外で選手以外のところですごく頑張ってくれて、うん、こういったチームでまた再始動できたっていうところなので、まあ、僕としてはかなり周りの皆さんに感謝と思いで今年はスタートしたっていうのがあります。もう今はある程度こう安心してサッカーに打ち込めているという感じですかね。そうですね、選手に負担、メンタル的な負担はかけないように周りの皆さんやってくれてるんで、うん、じゃあ特にその練習環境とかそういったものが大きく変わったりってことはほとんどなく、はい、そうだし、トレーナーの部分とかは、まあ、去年よりもプラスアルファでやってくれてます、うん、はい。じゃあ、まあ、今年こそ、はい、応援してくださる方のためにも全国リーグに JFL に昇格したいというご自身の強い思いもあるそうです、ね、なんで、まあ、やっぱり浅間さんには勝たないといけないと思います、うん、勝つ力がないとやっぱりきついというのは分かってないので、うんうん、頑張っていきたいと思います、はいはい。あ海鮮系がぜひホーム戦来られた方は寄って行ったらすごく楽しいんじゃないかな。その旅行の近くに市場みたいなのもあったりするんですかね。あ、そうですね、そんな感じで、うん、観光客に対してしっかりお刺身丼とか、はい、なってるんで。橋本選手はもともとのご出身どちらですか。僕千葉です。
あ、千葉なんですね、はい、あ、じゃあ市立船橋高校というのはもう地元で地船に行ってと、はい、いうことだったんですね、はい、じゃあ全然今生活環境もじゃあだいぶ違いますね。そうですね、うん、どうですか、はい、福井って4年住んでなくて。4年住んでなら、まあ割と最初は車がなきゃ、うん、はい、行動範囲狭いなって思ってたんですけど、はい、まあもう慣れた感じですか。かなり住みやすくはなってます。そうですね、本当もったいない試合だったんですが、うんうん、前半ほとんど自分たちができなかった、その前半の試合がもったいないなと思、うん、そうですね、ちょっと勇気持ってこう落ち着いてゲームができたなと思、うん、前半はちょっとメンタルのところかもしれないですね、うん、ちょっと怖がって参加したな。あ、そうですか、はい、まあ、相手がどうのこうのじゃなくて、うん、まあ、自分たちがやりたいことをやるべきことのサッカーが、うん、徐々には今年はできているかなと、うん、まあ、今まではちょっと守備がメインだったんですけど、まあ、ある程度守備のことが整理できたので、今年はかなり攻撃のところが、うん、意識してあったので、まあ、攻撃のところはかなり機能しだしてますね、はい、地域リーグのサッカーをよく見られている方の中には、福井ユナイテッドの前身サウルコス福井の件に関してはすごく心配されている方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、で監督は、ずっと続投されているという形になりますが、はい、昨年と今年の違いみたいなのはどこかありますでしょうか。いや、結局出てる選手はもう3年ずっと3年目の選手で試合出てるのは、まあ、1人か2人ぐらいしか変わってない、うん、まあ、1人ですね、はい、しか変わってないんで、うん、まず今まで3年間こう3年目ですけど、こう積み上げてきたベースがやっとできてきてるのかなと思っているので、サッカー自体はそんな、まあ、そうですね、攻撃のところはかなり変わりましたけど、まあ、守備のところは全然変わってないので、はい、まあ、サッカー自体のところはそう今までやってきたこう総決算みたいな形でなってまして、はい、であとフロントは本当だいぶ、うん、手こ入れしてくれて、うんうん、本当、選手やスタッフは後押ししてくれる、クラブも変わったと思うので、本当プロを目指してるなということは実感してやっていますね、うん、監督としては昨年とやっぱりこうだいぶお仕事自体はしやすくなったとか、そういうのは。そうですね、うん、まあ、本当サッカーに集中して、うん、はい、やってますね、はい、前者とか地域チャンピオンズリーグとかというところで、はい、必ず出てくるチームだと思ってますし、監督ももちろんそこから JFL というところをもう今年もというか今年は絶対復活ということで狙っていると思われますので、はい、毎年狙ってらっしゃると思うんですけれども、はい、またチームが名前も変わって、また再スタートということで狙っていると思いますので、続き応援してきますのでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。まあ、今週1週間練習してきたことを選手は非常にピッチの表現してくれましたし、本当に思った通り思い描いた通りの前半だったんですけど、うん、まあ、ちょっと、ね、後半に、まあ、先行しながらまた追いつかれる少し難しい感じになってきましたけど、やっぱりホームのお客さんがいい雰囲気作ってくれたので、うん、選手もやりやすかったと思いますし、まあ、なんとか勝つ姿を見せてあげたかったんですけど、まあ、なかなかそんなに簡単ではないなと改めて思いました。福井は、まあ、本当に、まあ、できれば勝っていることが良かったんですけど、うん、ただやっぱり今年ずっと言ってきたのは失点をしないことにこだわるというところもずっと言ってきたので、それがたとえその相手がどこであれこだわってもらえなかったし、ましては先制して、まあ、追いつかれてまた取ったっていう状況の中でもっともっとこだわってもらえなかったので、少しこう満足っていう形ではないんですけど、まあ、最後勝てるし入るシーンもありましたけど、やっぱりそこも特にコーディングでした。監督ご自身のことをちょっとお伺いしてもよろしいですか。はい、まあ、監督は2年前ですか、アルティスタに、いらっしゃって、まあ、松本山雅の
チーム統括もされていた、はいはい、今もされて今もそうです、ね、このいろいろそのアルティスタ様と松本山雅の関係性とかを、ご存じない方もたくさんいると思うので、はい、松本山雅と、まあ、アルティスタ様というこの同じ長野県内にあるこの2つのクラブの関係性みたいのを簡単にご説明いただけますか。はい、もともとの話をすると、まあ、アルティスタ様の、まあ、親会社というかサポートしていただいている企業さんがあるんですけど、そこが山雅のスポンサーをやってました。で、まあ、そのつながりから、まあ、中心地区には長野県の真ん中には松本山と、北信の北の方にはアルセイド、で長野県ってやっぱりでかいので、はい、やっぱり、まあ、今度は東の方も、うん、まあ、ちょっとこうランドマークになるようなクラブを多分、うん、まあ、作りたいねっていう話になったところからスタートしたんですけど、うん、まあ、アクセスも非常にいいですし、うん、まあ、こういう環境でも試合もできますので、まあ、少しこう、ね、一つそういうみんながシンボルとして扱われるようなチームがあってもいいんじゃないかなっていうところからスタートです。本当は本音を言えばどんどん練習、例えば行ける時間があれば参加したりとか、トレーニングマッチ組んだりとかっていうのをどん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 やっていきたいんですけど、やはりなかなか難しい、うん、選手仕事しながらやってますけど、うん、まあ、かといって日曜日試合できるかっていうと、まあ、日曜日はご視点がありますし、そうすると、ね、なかなか交流する時間もなくなってしまう。本当はもっとやりたいんですけど、うん、まあ、タイミングを見ていつかできればいいかなと思います。よく高校サッカーの、J クラブでユース、まだユースが、はい、まだちゃんとこう整備されてないような地域にある J クラブが、高校サッカーの競合と、まあ、そういう、はい、まあ、業務提携というか、はい、まあ、その育成の一端を担ってたり、実質的にそういうような関係性にあったりするのがあると思うんですが、まあ、地域リーグのクラブと J クラブっていうのがそういう関係性を作っていくっていうのは監督から見て可能なことだと思われますか。そうですね、まあ、なかなかやっぱりじゃあ今すぐっていうと難しいかもしれないですよね、うん、まあ、っていうのも、まあ、シーズン1年間必ず、ね、例えば4月に11月に終わりますっていうわけでもないので、うん、選手のコンディションとかを考えると、まあ、少しの上のカテゴリーでと提携することがやっぱり一番望ましいんでしょうか、うん、まあ、だから今のこのカテゴリーのリーダーのはなかなか選手間の交流させるのは難しいかもしれないですよ、うんうん。やっぱりこう JFL ぐらいに行くと少し J のカレンダーとも合ってくるっていうところはあるんでしょうか。そうですね、はい、それが一番、まあ、レベルもそうだしスピードもそうだし、徹底的にはそれが一番こうやりやすい環境なのかなと思います。あとこれ監督にお伺いすることかちょっと分かんないんですけど、私今外で選手たちが募金箱を持って、はいはい、いらっしゃってたお客さんたちに、はいはい、募金を募ってなんか、はいはい、活動されてまし、はい、るのを見て、地域リーグでなかなかああいう光景って私見たのもなかったので、はい、ああいう募金っていうのは、まあ、こうクラブにとってはどういうような位置づけというか、まあ、チーム強化費というか、まあ、遠征費だったり、うんうん、まあ、何かこう栄養費だったりっていうものに、まあ、あります、ね、うんうん。じゃあ選手たちの環境を少しでもこう、はい、の助けになる資金に使われるっていうことなんですね。はいはい、すじゃあ皆さん試合に来て入場料はないけれども、はい、ぜひぜひあれを少しでもいいから、はい、お小遣いちょっと入れてくれるという感じですかね。そうですね、まあ長野県のサッカーチームがたくさんありますので、まあ、またカテゴリーも別々ですし、土曜日は J1 を見て、日曜日は J3 も今もうナイターですから、うんうん、まあ、日曜日 J3 を見るついでにその前に地域リーグを一度
見ていただければ非常に嬉しいかなと思います。ぜひお越しください。ありがとうございました。はい、ということで、J3 にも行ってみてください。ね、はい、南長野のね、はい、J3 の映像で終わりました。さあ、以上が北信越リーグの特集終わりで、まあ、福井も浅間もね、まだまだリーグの戦いはこの後期、後半戦、折り返せもう見逃せないなということと、あとは前者の予選も始まるので、そういう詳しい話は来週以降にやりたいと思います。北信越は注目ですよということで、さあ、それでは、特集終わりなんで終盤のお便りコーナーです。週明けイレブンでは毎週皆様からのお便り待ってますということで、L 字の下にも出てますが、こちらの週明けイレブン @gmail.com までどしどし写真、動画、文章のみのメールでも構いません、お送りください。お待ちしております。それということで、今週の1本目、今日は2通あります。今夜も2通、1本目を見ます。1つ目は湯の郷さつきさんからです。ありがとうございます。参謀長、スタッフの皆さん、こんばんは。関東在住のビアティンミエサポーターの湯の郷さつきですと。先日の水曜日7月3日に行われた天皇杯の2回戦、湘南ベルマーレ対ビアティンミエの試合に行ってきましたという写真ですね。湯の郷さつきさん自身はベルマーレの応援もしているそうなので、オレダーリーとなりましたというね。そしてこの試合はビアティンのクラブの公式も本気を出したと、バスツアー、応援バスツアー、バス3台チャーター、しかもあと乗るための運賃は0円で構わないというね、太っ腹なあのスポンサーさんの、おかげもありまして、無事3台が三重県の桑名から、平塚まで走りまして、そして現地ではメガホンとポンチョとサイリウムを無料配布というね、すごい、もうビアティミエはもう金があるって、はい、サポーターも負けていませんと、三重から100人以上のサポーターが駆けつけて、関東在住のビアティのサポーターも含めて200人ほどがゴール裏にいましたよと。で、試合入場、選手入場の時にはサイリウムを光らせてお迎えとね、写真の左下ですね。まあ、あのいろいろメール長いんですが、あの交流、うん、あの何ベルマーレのサポーターとの、はい、このゲイフラの交流会もありましたというね、これはアニメゲイフラ撮影会だそうですと。そして、試合の方はですね、酒井選手、ビアティンの酒井選手がハットトリックを達成するのすごい、ね、4-0 で圧勝、見事なジャイアントキリング、もう J1 の湘南をね、JFL が破るっていうだけでも快挙ですけどね、ビアティンが勝つっていうところがなんかもうね、おじさんは泣けてくるねみたいな話ですね。はい、本田が勝つと、うん、普通だろうみたいな感じですけどね、ビアティンが勝ったのかよ、湘南にみたいなね、大ニュースでございました。はい、さあ、ちなみに現在、ビアティンに所属しているというか、もうレジェンドですね、和波選手、ビアティン宮野選手なんですが、はい、かつてビアティン、あの、和波選手は湘南ベルマーレにも所属していたので、古巣対決にもなりましたと。だから試合後は湘南のサポーターからも、声をかけられていましたということで、まあ、そういうことですと。和波選手はベルマーレのサポーターからも愛されているようですねということで、以上1通目終わり。さあ、2通目いきます。2通目のお便りは雅子さんです。ホンダ FC のサポーターの雅子さんから、主役イレブンの皆様こんばんは、いつも放送を楽しみにしてます、雅子ですと。今日は新しいパンフレットの原稿を投稿しましたと。はい、このかつて、ね、今までもね、投稿コーナーでこのホンダ FC のホームゲームの時に雅子さんが自費で自費出版、自費印刷しているこのチラシというかパンフレットの原稿をまんま主役ギルブに送っていただいてますと。はい、多分文字が小さいので読みづらいと思いますが、この今の画面ではね、ホンダ FC の魅力をまだ知らない人に、ホンダ FC の魅力を伝えたいという気持ち考えで作っていると。とにかく気楽に簡単に読める、ファンサポーターの紹介文を掲載したものですと。ところが、皆さん、書いてるうちにですね、こういう文章を寄稿してくれる仲間もいるんでしょう、雅子さんの周りにね。みんな思い入れがどん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 深まってくるから、ちょっとやっぱり長い文章になってきてですね、もっと読みやすいパンフレットを目指すのに結局はすごい長文の、パンフレットになってしまっているというのが若干反省らしいですと。さあ、まだ1年、まだこういう印刷物を始めて 1,2 年目なので、
すごい新鮮な気持ちでいつも作ってるし編集していて感動していますと、またこのチラシどこかのスタジアムでね、マスオコさんが出会った時にねもらってやってくださいということで、はい、ちなみにこの今回の最新のチラシにはマスオコさんがあのアメリカのメジャーリーグの2部リーグでしたっけ、あの日本人選手を追いかけていったというね、フレスコ FC でしたっけ、あのアメリカのレポート記事もこの新しいチラシにはあるそうですということで、以上、はい、2通目終わり。さあではエンディングでございます。今週もにぎにぎしく内容を濃くやっておりました週明けイレブンの第63回放送、来週の予告です。ございます。来週は16日、月曜日が祝日で3連休後の火曜日の夜20時生放送、そして特集は全社になりますということで、全社の、特集をやる予定ですということで、それでは皆さん来週も火曜日生放送ご覧ください。